60歳の男性です。高血圧、糖尿病、コレステロール、そしてメタボリックシンドロームとリスクファクターを多く抱えた方です。18年来の病歴があります。この方の腹部 CT を撮影しました。そしてカラーイメージの 3DCT を作っております。ご覧になっていただいている画像は腹部大動脈を後ろから見ております。ご覧になってください。腹部大動脈にアテローム、プラークと呼ばれるアテローム効果が見られます。はい、はい、そのアテローム効果した部分を拡大してみましょう。このような形をしております。腹部大動脈の下部のあたりですね、よくご覧になってください。で、この方をこれから治療していきますが、治療後にこれがどうなっていくかということを観察していきたいと思います。はい、はい、治療開始後2ヶ月後のそのプラークです。形を比べてみてください。ほぼ同じ形ですが、このようにですね、プラークの一部が、剥がれて、薄くなってきているのが分かります。上の方に上がってみましょう。これに関してもいくらかプラークが取れてきているのが見られます。これは治療開始後2ヶ月ですね。治療を行った薬剤は抗血小板剤、そして抗子血症の薬剤を使っております。はい、さらに1ヶ月経ちました。合計3ヶ月の治療です。このように、この方は、糖尿病、血圧、コレステロール、この3つをしっかりコントロールしていくことによって、このようにアテローム効果が少しずつ改善している画像が得られております。上の方に行ってみます。これもいくらか改善しております。はい、以上です。ありがとうございました。